ちょっと緊張しているか本田武史。オリジナル曲でこのショートプログラムに臨みます。さあ日本の期待がこの背中にかかります。体はよく動いているようですね。最初のコンビネーション注目です。この後トリプルアクセル、軸がぶれた、コンビネーション失敗。トリプルブッチ、こう引いてるか。ストレートラインステップ、レストロップ足換えのシットスピン、サーペンタインステップ、ダブルアクセル、痛かったジャンプのミス、本田武史、苦笑いをしていますが、後半はうまくまとめましたが、コンビネーションジャンプからのその後のトリプルルッツに、コーチはあの飛び上がるときに右手を横から回してきて、ちゃんと飛び上がるように持ってってなかったっていう話をしてましたね。なるほど、リクワイアードエレメンツです。日本が 4.8 をつけていますが、低いところは 4.4 があります。ですからプレゼンテーションは多分 5.4 とか3とかぐらいまで上がっていくと思うんですけどね。 5.4 があります、 5.3 もあります。この時点で第